和歌山県に上場している会社は7社なんですね。で、どうして高岡さんは和歌山なんですかって言われるんですが、私はもう最初から和歌山県の海岸から世界へっていうのをテーマにしてまして、やっぱりこれから専門的に非常に色の濃い世界的な企業を作るんであったら、やっぱりこれは田舎でないと無理だと。こういうファニチャーとか植物とか、こういうのを在庫するのに、東京の近くの町ではですね、そこで取れますか、人権はどうですか、合わないですよね。ましてはリスクをかけて世界飛んでいくときに、一番大事なのは空港の近くにしないとダメなんですよ。だから田舎でもですね、決して田舎がいいっていう話じゃなくて、やはりインフラは空港がちゃんとあるということ、その世界的な空港が。で、それからコストが安いこと、それから自然があるっていうことですよね。やっぱりビジネスにこういうガーデニングやのに自然がいいですよね。で、ここからいかに世界展開できるかということです。これが世界企業としてやっていける条件ではないかな、ないのかなということで、この海南から世界へということで動かさない。海南はですね、我々からしたら成長できる場所です。父親は個人商売をしてましたんですけども、まあ私はそこで生まれて、ちょうど姉二人、そして私は末っ子なんですけども、まあそんな環境で、うまく育てていただきました。小さい頃はテレ屋さんだったと思うんですけど、途中から少し性格が変わってきまして、学級委員長みたいなのをしてたんで、こう目立つっていうことと、その頃から何か芽生えてきた感じしますよね。その関係で中学校から生徒会長を2回もやったんですけども、田舎にいながら物の考え方がこう大きくなっていったっていうか、なんかこう、あんまり IT は良くないんですけど、IQ は良くないんですけど、EQ がですね、しっかりしてきたんじゃないかなと思いますよね。で、大事な心の指数ですよね。想像するとか、人の気持ちを読み取るとか、まあそういうことが比較的普通の人よりは、こう、興味あったんじゃないかなと思いますね。やっぱりこう、人に対して何かをこう伝えるっていう、まあ生徒会長をしてもですね、こう、たくさんの方々、たくさんの仲間の中でリーダーになるっていうことの興味があったんでしょうね、その頃から。で、それで、人の前に立つことに対しての慣れができて、やがてはそれから何かこう人に影響を与えたいっていうことが、まあ人よりは強かったのかもわかりませんね。大手に行くとどうしてもその縦割りとか組織がしっかりしてますから学ぶことが少ないんですよね。それで松本金物というですね、あの当時200億ぐらいの中堅金物商社ですね、そこに入りまして、家のライフスタイルをたまたま三沢温泉担当でしたんで先輩について行ったんですけど、非常に勉強になりました。三沢ホームというプライムメーカーではなくてホームを作ったんですね。いわゆる暮らしの場をですね作ったっていう、そのちょうどシリーズに当たったもんですから、あ、家っていうのは箱だけではなくて中の暮らしもつけていくんだなというのをですね、どっかの記憶にあったんですよね。それがまあ今のこのガーデンのライフスタイルメーカーとしてやってる、今のビジネスも非常に役に立ちましたね。家の暮らしと庭の暮らしで家庭というと、その家の暮らしを先に見て、でやっぱり庭の暮らしがあって初めてそのバランスがいいと家庭というんですよね。やっぱり家と庭というこの二つの暮らし方の先に家を学べたというのは、後になってこれは非常に参考になりました。これまあ全て結果論なんですね、私のお話してますのはね。だけど結果的に先に一つを学び、後に気づいたことは人より早く気づくという、これはまあビジネスの基本ではないかなと思いますね。ビジネスで言うとですね、一番苦労したのは立ち上げですよね。人、物、金という三つ。まず人がいない。物もない。それからお客さんもないっていうところからスタートしたんですね。難しいから多分仕事になってるっていうか、チャンスがあるっていう。結局、プロフェッショナルというのはですね、まあホームラン打つのもそうでしょうけど、打てるか打てないかはその時の練習次第ですよね。その瞬間どうするかっていうことで、諦めたらもうバット捨ててそれで終わりですよね。我々はできない、諦めること。だからもうしょうがないからですね、一生懸命我慢して、なんか方法ないかなっていうことを考えて、結果、それが辛抱につながったですね。執着心ということなんですけども、その執着心を持つということを覚えました。新卒さんが生え抜き、中途採用でもですね、ちゃんと雇用関係がちゃんとしている、いわゆる背景のしっかりした子が来ると、
その今まで培われた執着心をその人たちとうまくつなげると、ものすごいその人たちが活かせるんですね。他の経営者より僕はそこは優れてると思います。諦めないですね。トップとして僕は社員さんとの関係であってます。いかにその社員さんを活かすようにお互いがコミュニケーションを取りながら、できないことも分かっとかないといけない。できることをやらすためには。で、できることを分かっとかないと、できないことをやらしてしまうこともあるんで、やっぱり我々は人材型企業であるから、人が中心になって動く企業であるならば、やっぱりそこのところはですね、会社の上場のレベル能力は実はこの能力がないとできないと思うんです。人に対する能力がないのに上場なんかできるはずがないんですよね。創業を作るっていうのは大変なんですよ。創業は、天から降ってくるものじゃないですね。創業こそ時間をかけて、思いをかけて、それから、えいやと言うばかりに、もうあとは、こちらも折れるところまで折れて、一緒にやれる、いわゆる夫婦ですよね。これがですね、創業を作るっていうことですね。そこから下が生まれるのは、生かすっていうですね、目的に合わせて。だから経営は面白いんですよ。経営は経営者にとってたまらないのは、実はこの辺なんですよね。まあ、全力尽くしながら、みんなと夢を共に追いかけるっていうのはですね、楽しいと思いますよね。今は家と庭ってこう、別々になってるんですね。こう家があって庭があるみたいな。で、我々は今提唱しているフィフスルームっていう5番目の部屋っていう考え方があるんですが、いわゆるこうテラスがあって庭があって、そしてこうリビングがあると、ある時全開放型のサッシが全部開くとですね、一つの外まで部屋になるんですね。そうすると夏は比較的涼しいし、エアコン使わなくても、それでテラスのこう中間領域のこの上にですね、こうファンがこうずっと回ってて、それでゆったり暮らせるんですね。で、こういう暮らし方を持っていけるような時代にしたいんですが、今はですね、全部家と庭がこうもう分かれてしまっているような、まあ、そういうふうなフィスルーム型のものをですね、作っていきたいんですね。かつてその日本が持っていたガーデンというものをですね、もう一度、皆さん方にこう思い出してもらうっていうですね、先ほどお話したその昔は日本というのはガーデンの国だったんですよね。でそういうものが失われてしまったんです。明治以降は、まあ、本当に必要なものが何であるか、暮らし方、幸せとかですね、よく言われる今絆とかいろいろ言われますけど、それは家族の暮らし方の中にあるものなんですね。でそれを作るべきベース作らないといけないんですけども、今は物とかお金っていうものが、いわゆるそのビジネスが先に優先してしまって、本当の幸せ感っていうのはないんですよね。この幸せ感をどうしていくかっていうのは、実は我々がやらないといけないことで、それがですね、高橋にとってものすごい大きいことだと思います。それを一番作れるのがやっぱり庭です。まあ、世界中どこ行っても高橋のブランドがあるっていう。で、やっぱり日本のガーデン文化は素晴らしいというですね、日本が世界に代表する国にもっとなれる以上に、我々がその日本庭園のブランドになれればいいなと思いますよね、ガーデン暮らし方の。